はい、こんにちは、キューピーです。そしてはい、秋山町長松田和也です。お久しぶりでございます。本当お久しぶりです、はい、3週間ぶりぐらいだと思いますですね、はい、はい、今日は2021年の3月11日になっております、うん、はい、はい、まあちょっと記念すべき日っていうか、そのまあ10年間のね、いろいろある人も思いもある人もあるんですけど、今日は木山の歴史について、木山の歴史ですね、語ってもらいたいと。あ、はい、あの木山町はもともと対馬藩だった、うん、対馬藩、はい、そうです、はい、前なんか、はい、しました、はい、でその昔江戸時代にその対馬藩から、うん、副大官がですね、副大官が、はい、鹿島兵助という副大官、鹿島兵助という、はい、こんな字書くんですけど、違う、このね、鹿島ってこういう字なんですね、はいはい、佐賀の賀に島なんですね。そうですね、で、はい、が対馬からやってきて11年間、うん、11年間、はい、すごく前線を引くんですね。でこの地区のその基礎は全て、その時代に築かれたというふうに言われています。だから行政をあの司っている我々は、うん、鹿島兵助はもう大先生、鹿島兵助に学べという、そういう感じの人なんですね。だから彼が11年間でこの地域でやったことを勉強するというのは非常にいいことなんですね。また疫病対策なんかもやってるんです、ね、あ、本当ですか、うん、だから今で言うとそれコロナ対策にみたいな感じで、つながるようなそんな話です、ね、うん、どこら辺に住んでたんですかね、住所的に。あ、住所は木山の隣の田代っていうところ。田代って、はい、田代中とかあるところですね、はい、はい、そうですね、あの鳥栖の一番こう木山寄りなんですけど、はいはいはい、そこに大官所があったんですね、はい、で、藩校もあったんですね、そこに。あ、藩校、はい、でそれの名前が東明館で、木山に東明館はそこから名前が名前を取って東明館っていうのがここにありますね、うん、はい、そうなんですね、はい、はい、だからそういう意味では本当にこの辺のもうまさに江戸時代で、うんうん、1675年から85年の間ぐらいですかね、うん、もうまさにあのこの基礎、そう、基礎基盤を作った、うん、なんかそれこそこういう本、あのこういう本とかね、こういう本とかあるんですけど、うん、これは漫画で、こっちは普通の本なんですけど、はい、まあ彼がこの地域に来た時に、うん、もうここの住民はみんなもう酒飲んで飲んだくれで仕事せずにもうお酒美味しいですからね、パーパーで、はい、で、もうまさにあの奥さんとかもう娘とかいたら全部それをお酒に変えてたみたいな。マジですか。うん、だからもうとんでもない地域だったっていうふうに、それを彼がですね、それをちゃんとこう、うん、あの諭して、うん、そういうことじゃダメなんだっていうことでね。豪快な人が多かったんですね。いやいやいや。でもう本当に治水事業もやってるしですね。うん、もう本当にね、今でいうと防災ですね、はい、もやってるし、本当に素晴らしい方だったみたいですね。うん、で、彼が亡くなったのが旧暦の5月9日で、うん、それをだから、木山この地域では、4月9日にですね、うん、まあ、供養する、あ、そういう、はい、あのそれを鹿島祭と言ってるんですけども、うん、まあ、法事ですね、はい、それを毎年4月9日にずっと今でもやってるんですか、木山町で、はい、で逆に対馬では5月9日にやってます、うん、あ、1ヶ月後に、はい、で対馬ではそういう供養を5月9日にやってるんですけどね、うん、はい、あの私の誕生日が5月9日なんです。あ、だからもう忘れるはずないと、はい、忘れるはずないと、はい、あの勝手に生まれ変わりっていうふうに、あの鹿島兵助の、はい、なんていうんですか、松田兵助なんですね、まあ、あの鹿島和也でもいいですけど、まあ、どっちでもいいですけど、はい、どっちでもいいんですけど、はいはい、まあ、あの本当に見習わなきゃいけないということで、はい、それこそ後ろにあの歴代の、あれから鹿島兵助なんですか、歴代の町長さんの絵が、あの写真があるんですけど、ううす、ね、一番最初が鹿島兵助さんに、あ、鹿島兵助さん見えるかな、ちょっと見えますか、ね、後でちょっと写真を撮ってきます、はい、はいはい、一番向いたから、はい、ずっとで天本さん、はい、松熊さん、はい、田口さん、はい、誰だ、白水さん、白水さん、大石さん、天本さん、小森さん、はい、はい、で、そして次に松田さんが来るんですかね、はい、あ、天本さんってこの、まあ、親戚か親子じゃないですか、はい、違います、はい、はい、そうですね、はい、はい、まあそういう形になってますので、あのぜひ木山町と対馬の関係、はい、鹿島流れが分かると、はいはい、で地の利もいいし、はいはい、
まあ今日はちょっと勉強になりましたねとか真面目な話もで忘れもしない、5月9日は忘れもしない、はい、ということですね、はいはい、あそして最後にじゃあちょっと、はい、すいません、3週間ぶりなんでもう一回宣伝、日にちがちょっとずれたんですけど5月23日これがもう最終決定です、すいませんちょっと、うん、で一応エントリーもね180ぐらい結構集まってたんですけど、うん、すいませんあのまあずれることによってねあの出れないという人も出てくるかもしれませんけど一応8月の大会にスライドできるようにしてますので、うん、もしあれだったらもうそのまま8月でもし出れるなら頑張って5月23日にまたちょっと、ねうん、あのスケジュール調整してもらえれば農技で、まあ、あとキッズですね、うん、キッズそして、アダルト、はい、マスターとアダルトマスター、ね、はい、はいあのねはい、もうなんか4種類作ってるというすごい、はいまあ、こんな感じでまたいつものように木山総合体育館の武道場であります、はい、でもうなんか4月からクーラーがつくらしいので5月暑かったらもうね、クーラー入れるというね、うん、まあそこはあの実験的に入れてもらおうかなと思って実験的に本当にクーラー効くのかなとか言ってあなるほど、はい、それで試して夏は快適にということで、はい、ということで、ちょっとすみませんまた来週も来れないん で, あで、ね、再来週にまたよろしくお願いします、はい、じゃあその時はまたあのどれくらい人数がまた増えたか報告できると思いますの で, あの最後にサガントスが最近調子いいんですよ、あキングダムサガンとすがそのキングダムとコラボした途端に調子が良かったんですか、はい、もう今3連勝あマジですか、この前5対0ですよ、強いですね、はい、J2 ですよね今ね、今 J1 ですよ、あそうか J1 と下だったんですね今まで、 J1 のまあちょっとこう危ないこういやいやまあもうあのまあ県内ではなあの落ちる県内にギリギリではなかった、うん、あなかったんです、もうちょっと上ぐらいやったんですけど、でもスポンサーがずっと見つからなかった今はもう完全に1位、じゃあすごいな、ね、サッカーで3連勝したらもうしかもあの3試合とも0点に抑えてますから、じゃあ守備が硬い、うん、だからちょっとね突然変異っていうかね、やっぱキングダム効果ですかね、やっぱキングダム効果ですよ、だからぜひ、まあ嬉しいですね、はい、あのサガン鳥栖の応援もぜひ、あの福岡のアビスパもやっと J1 に上がったんで、あのサガントスのあこれこれサガントスです、ね、あれ新しいカラス、はい、サガントスなんていうカラスですかこれ、サガントスですね、はい、ツバクロじゃなかった、違うか、はい、違う違う鳥なんでね、あちょっとカラーリングが変わりましたね、はい、こういうことで、あじゃあサガントスを応援しましょう、はい、サッカーはサガントスを、あの野球はソフトバンクで、街、うんはい、は木山町を、はいということでよろしくお願いしますそれではさよなら、さよなら。